熱海市の伊豆山地区で土石流災害の発災後すぐに逃げ遅れた高齢者などを避難させた夫婦がいます。夫婦で営んでいる介護タクシーの会社にこの春新しい力が加わりました。ケアをする側の方にいたらどういうふうに関われば避難していた方が健康に過ごせたかなって考えてみましょうか。福祉を学ぶ高校生に自らの体験談を話すのは熱海市伊豆山で介護タクシーを営む川瀬愛美さんです。川瀬さんは去年7月の土石流災害で夫の豊さんとともに体の不自由な高齢者など12人を避難させました。普通の授業よりもっと心に来るような感じがして大切な授業でしたね。実際のどういうことがあったのかっていうのを自分たちが体験した話をお伝えできたかなと思います。夫婦で経営する介護タクシーの会社伊豆お花です。普段は体が不自由な高齢者の病院への送迎などのお手伝いをしています。この辺に止めてた去年7月の土石流災害では車両が被害を受けました。それでも困っている人を助けたいという思いで走り続けてきました。2人の会社にはこの春新入社員が入りました。大倉拓磨さん31歳です。これまで介護の仕事の経験がなかった大倉さんは入社2日目透析で病院に通う磯崎光雄さんを病院から自宅に送りました。寒くないですか？寒くないです。あ、よかったです。体の弱い方も出てるんで、はい、まあ放射速度ももちろんだけど、はい、スピード出さないんで速度を抑えて走る、マンホールなど段差を避ける、はい、声かけをして体調を気にかける、一般的なタクシーとは違う運転の仕方を教わります。ギリギリでやってていただいてたから、雨が降ってくるともう二人で来てくれるじゃないですか。そうするともう他のお客さん大変で困っちゃうなと思ってね。だから入ってくれると安心できる。登っていきますね、はい、伊東市に住みレンタカーの店で働いていた大倉さん、転職を考えていた時介護タクシーの仕事を勧められ、タクシーの運転に必要な第2種運転免許と介護の資格を2年かけて取得しました。その勉強をしていた時に土石流災害が発生。川瀬さんたちが頑張る姿を見て思いを強くしたといいます。介護タクシーをやりたいって漠然とした目標はあったんですけど、質が高いサービスをやっぱり提供してあげたいっていうのが強くて、でやっぱりそういうのができるのはどこかなって思った時に伊豆お花が一番自分のイメージに合っていたので、こういうところは前向きでいくと前輪って小さいから、はい、はまっちゃったりするから、体弱い方が多いのでね、だからこういった振動とかがなるべくないように気を使う必要がある。実際働いてみて、まあ、そんな簡単じゃないなっていう、でもやりがいはやっぱありますよね、はい、もっともっと勉強して一人前に早くなりたいなっていうのがあります。みんなのいいところを学んでもらえれば、すごいいい介護タクシードライバーになると思います。期待してます。廃業っていう言葉も何度もちらついたぐらいだったので、でも本当この辞めないでよかったなっていうのと、本当心機一転頑張ろうと思います。はい。被災者を助け、地域に寄り添ってきた川瀬さん夫婦。困っている人を助けたいと走り続けてきた姿や思いが若い世代につながり始めました。